日本東京都江東区、高橋高橋は東京都江東区の町名。定番を持たない単独町名である。郵便番号は135-0005。東京都江東区の北西部に位置し、深川地域内にあたる。小長川の北岸にあたり、北から東にかけて森下、南では小長川をまたいで、白川、西南で小長川をまたぐ。 橋梁上の一点で成長、西で、時はと接する。西辺沖四隅通りが南北方向に重装している。主に商店街として利用されている。大正期には、都市すら昔しており、1921年に観光された東京市内の催眠に関する調査において、全身のうち豊川町、西町合わせて2416人の催眠人口が計上されている。 戦後の高度経済成長期までは簡易宿泊街が形成されており貧困地域であった。土屋街は都市再開発のために現在は一部を残してほぼ解体されて高橋及び森下3丁目から5丁目に多く点在するビジネスホテル群にその名残が見られる。町名は小なぎ川に架か,かる橋梁高橋に由来する。この橋梁は小なぎ川に架けられており 東京都道463号上野月島線が通り北岸の高橋と白川一丁目を結んでいる。橋町は43.8メートル。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。都営地下鉄大江戸線が清澄通りの地下を通るが駅は設置されていない。 東京メトロ、半蔵門線、都営大江戸線清澄白川駅、都営新宿線、都営大江戸線森下駅が徒歩で利用できる。ありがとうございます。